お客様へお詫び申し上げます。なんだ、本日台風の影響でダイヤが大幅に乱れております。到着遅れますことをご了承ください。ふざけんじゃねえよ、お駅員。はい、どうされました。こんなに遅れやがって、日本の鉄道はそんなもんか。申し訳ございません、台風の影響でして。そんなことは知っているんだよ、他に謝り方はないのか。申し訳ございません。金返せ。はい。切符代を返せって言ってんだよ。お客様申し訳ございません、払い戻しは2時間以上遅れた場合でしかできません。なんだと、1時間半も遅れてんだぞ。こちらがルールになっておりますので。こんなに遅れるんなら電車で来るんじゃなかったわ。すみません、あの駅員さん。はい。本当にありがとうございました。ん、台風の影響でバスや飛行機が止まる中、電車だけは走ってくれて、そのおかげで今日ここまで来れました。本当に感謝してます。あ、ありがとうございます。え、これから家族でひーばあちゃんのお墓参りに行ってきます。はい、遅れて申し訳ございませんでした。いえいえ、大事な時に目的地まで運んでくれる、それだけで十分です。ありがとうございます。俺もじいちゃんの墓参りでも行ってくるか。行ってらっしゃいませ。